こんにちは、粟田洋介です。先日自分で書いた T シャツを注文して、さっき荷物が届きました。今私が着てる T シャツも十数年前に私が作ったコラージュなんですけど、これも T シャツトリニティで作りました。で、今回はうちの猫たちがモデルの絵ですが、ちょっと開けてみます。この子がモデルのシャツもあるんですよ。これですね。これは前に模写じゃなくて想像で絵を描くっていう動画の中で描いた絵をイラストレーターで清書したものです。これはスリーブレスで生地がドライになってるやつで、汗をかいてもすぐ乾くやつです。現在期間限定のセール中です。プリントはすごくしっかりしています。もう一つはこの絵です。これも同じ動画で描いたもう一匹の猫がモデルの絵です。この箱開けたら集まってくると思ったんですけど、モデルの子はちょっとおとなしくしてますね。さっきのこれもそうなんですけど、猫を見たことない人が描いた猫の絵って感じで描きました。すごくプリントもいい感じで、私のサインもちゃんとしてあります。こっちのサインは結構大きいんですけど、こっちは小さいんですけど、はっきりちゃんと写っています。明後日海へ行くので、これを着ていこうと思っています。で、3枚注文すると送料が無料になるので、もう1枚オーダーしました。これは半袖の T シャツです。こんな感じで、これはピグメント T シャツっていうもので 6.2 オンスだったかな。なんかすごくしっかりしています。今まだちょっと暑そうですね。ちょっと大きめのを買ってみました。裏がこんな感じになってます。この周りがちょっと黒くて太い線を使ったので、なんか注文するときに写真で見たらちょっとごつすぎないかなと思ってたんですが、実際に見るとすごいいい感じです。これはトランプのジョーカーです。三毛猫ですね。ちょっとこれがね、そのピグメントシャツの L サイズ、なんかちょっと大きい感じがするんですけど、着てみるとなんかいい感じでした。長さはこんな感じで、後ろがこんな感じです。映ってますか？私は T シャツトリニティと、知ってる方も多いと思うんですけど、すずりっていうネットショップと、あとはササイエティ6っていうネットショップでプリントの商品を販売してます。シャツの他にスマートフォンのケースとか、あとトートバッグとか、そういうのもあります。で、すずりの方はなんか帽子とかキーホルダーとか、そういうのもあります。で、ササイエティ6っていうのもなんかちょっとした家具とかまであって、なんか面白いです。自分のデザインのグッズを作ってみたいとか、販売してみたいっていう時も登録して簡単に作ることができます。私のショップサイトは下の概要欄に貼ってあります。よかったらチェックしてみてください。ということで、今日は T シャツとタンクトップが届いたので、ちょっと皆様とシェアしてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、高評価などいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。